はい皆様見えておりますでしょうか聞こえておりますでしょうか背景美しく講師の中山です今回はこちらブロッなんでスタさんから何か届いたのでこちらを開封していこうと思いますで今回何が届いたのかというとクリップスタジオペイントクリエイター検定さんから 認定証が届いていてるんですねその合格認定証には自分が今回受けた方の中のどのくらいの成績上位者になってるかっていうものが S クラスとか A クラスとかっていうのクラスで書かれております。で今回自分ははこちらですねまずは えっと、漫画科目、漫画科目の方を受けて、で、おかげさまでこちら100点をいただいております。で、あともう一つ、一応ベーシック科目の方も受けていて、こちらが残念ながら1問間違ってしまった98点をいただいております。なので点数が分かってるんですが、自分が S なのか、ね、S 級なのか、A 級なのかっていうものが、 今回、この合格認定証の中は、ね、まだ開封してないんですが、実際に自分がどのクラスになっているのか、見てみようと思いますそもそもクリップスタジオペイントクリエイター検定というのは、公式サイトさんを表示しておりますが、まあ、クリスタさん、公式が行っている検定になります。創作の幅や活躍の場が広がりますと、ね、より細かく書かれておりますが。 簡単な概要をまとめたパワーポークをご用意しておりますので、そちらの画面を切り替えていきます。クリップスタジオペイントクリエイター検定とは。まず現在は第2回目がですね、えっと、お申し込みと試験が行われております。で、第3回目の方がこのようなスケジュールになっております。で、2022年のこの8月現在は第4回目までのスケジュールが発表されております。で、試験自体はこのような内容となっていて、で全部で4科目。 ありますで、今回のこの中山は、ベーシック科目と漫画科目の2つの科目を受けております。で、各科目で試験時間は60分1時間となっていて、こんな形で全各50問になっております。 一応お値段が書かれておりますが、一応ですね、学割制度がありますので、まあ、大学生以下の方はなんですけども、比較でね、学割で、ね、もう少しだけお安くですね、受験をすることができるようになっているようです。で、合格基準なんですけども、全部で60ですね、60点で合格になっております。で、さらに合格者の中で上位グループからここですね、 SABC とランクが認定されていきますで、そのランクが今回送られてきているんですね で試験に関しては各テストセンターで受けることができます。受験までの流れなんですけども、ね自分、今回、ね、自分は、ね、ベーシックと漫画項目を2つ受けておりますが、一応まあ専用サイトの方からの登録と、あとお申し込みしていただく。で試験当日は、ね、顔写真付きの、ね、本人処理、これを必ず持って試験会場に行って試験を受けるという形になっております。で以前、ね、YouTube の動画でも出したんですけども、でこれ、ね、なんか当日の様子を、ね、簡単に漫画に出したもの、書いたものになっております。まあ 受付のところでね、本人確認処理、まあ、免許証とかですね、そういったものを出しておいてで、なんか申し込み処理みたいなものにですね、自分の名前とかを書いておいて、ね、書いてから、 で、荷物をですね、ここですね、重要。財布とかスマートフォンとかで、そういったねものをこれロッカーに預けます。多分これはね、スマートフォンとかなんで、カンニングではないですけど、そういったものを防ぐためのものなのかなと思います。あとは、その後はですね、実際にまあ試験会場ま、あまあパソコンが並んでいる教室とかに行って、あとパソコンの方で試験を受けるという形になっています。例えば4択とかになっていて、どれが正解かなっていうものをボタンを押して、 で、次の問題に移っていって、で、ある程度時間が経ったら、また自分がもう全50問終わった段階で、で、2位で終了するっていうこともできます。自分はね、結局、全部、ベーシック科目も漫画科目も、どちらもね、60問いっぱいまで使っていったんですけども、あ、ちなみにですね、あの途中でトイレ行きたくなったってあると思いますね。 私はででですすねベーシック科目で会ったんですあちょっと漏れちゃうかもと思ったんで20分我慢してたんですが後から聞いたら普通にトイレは行っていいそうなんですねなので多分試験官とかに言ってちょっとトイレ行っていいですかって言って一応時計は止まらないらしいんですけどももうちょいトイレ行ってる間も、ね、60分のタイムリミットは過ぎていきますが全然我慢しなくても OK でございます最後ですね 一応、案内もあるんですが、なんか印刷ボタンを忘れずにということで、これで印刷をすると、で試験結果がその場でプリントアウトされますので,で、その場で試験結果も分かりますし、プリントアウトして、どのような内容になっていたのかというものを持ち帰ることができます。一応、このような形となっております。で、今回の検定を受けるにあたって、どのような対策をしていたのかというと、 SNS の情報を見たりですとか YouTuberVTuber の方の動画を見たりですとかあとは主にこちらですね公式の方で検定対策ドリルっていうものを出しております。 で、自分はちょっと勘違いしていたんですけども、こちらですね、雑誌とか本みたいなものが届くというわけではありません。これ、ウェブ上のサービスになってて、ウェブ上、まあ、インターネットを使って、専用サイトにアクセスして、例題とかテスト問題を解いてで、検定対策を行っていくという形になります。で、検定対策を行って、先ほどもご案内しましたが、当日試験を受けていただいて、実際その場で試験結果が分かりますし、プリントアウトすることもできます。でご 合格認定証が後日授与を送付されますということでさあ自分が今回どのようなね結果になっていたのか成績上位者にね入っているのかどうかじゃあ開封していきましょう。 ちょっとね、私も初めて、正直、本当に初めて見るので、ちょっと個人情報とかが入ってきたら、結構カットカットが多くなるかもしれませんが、見てみましょう。こんな形。おぉお前、じらしますね。ど、ど、ど,ど,どうなってんのんはえあーなるほど。まずは、ちょっと待ってくださいね。内容確認しますね。いきます。 えとまず今回、ね、ベーシックと漫画が受けているので、た多分それの結果,と結果と認定証ですね、結果と認定証が、おか真っ白くて白飛びしておりますけども、が送られております。で、まずは自分ですと、こちらですね、まずベーシック科目の方が98点というですの、ね、で、合格というふうにね、送られております。で、その次がこちらですね、で、漫画科目の方で、 100点合格ありがとうございます,なります。で、さらに合格認定証でさあ S なのか A なのかドキドキしますね。いきましょうか。まずはベ、うお、ま <laughs> じか。うわベーシック科目の方なんですけども、ああ、悔しい。これ見えますかね ベーシック科目、これ A って書いてあるんですね。ちょっと A って書いてあるので、ああ、私 S ランクじゃない。みんなどんだけ100点取ってんだ。1問間違いで、え、ね、ランク A ですからね。マジか。<laughs> 悔しいなとなっております。なので、まずベーシック科目の結果は A になってます。で、さあ、ドキドキしますね。次、漫画科目は100点取ってますからね。100点取ったら S 取れるでしょう。一応、どーんちょっと私も初めて見ますよ。 あ大丈夫そうね。見えてください。漫画科目、くでクリエイターランク S です <S <laughs> <S <laughs> はい。というわけで,ですね、結果で、ベーシックは残念だからですね、S クラスではなかったですね。A でしたね。で、漫画科目の方で満点取らないと S にならないのかなの <laughs> でね、S 取りました。 ありがとうございます以上でこのような結果となっておりますいかがでしたでしょうかおかげさまで今回ねクリップスタジオペイントクリエイター検定漫画科目の方でランク S を取ることができましたありがとうございますで今回の結果に甘んじることなくなんですけども 今後もですね、クリップスタジオペイントのお役に立てる情報を皆様の方にお伝えしていければなと思います。ちなみになんですけど、この合格認定書をよく見てみると、下の方にですね、あのセリシスさんのお名前が入ってて、ここにね、確認が入ってるんですね。これちょっとなんか、ちゃんとなんか公式だって感じがして、ちょっと嬉しいですねで。YouTube の方なんですけども、このような形で今、多くのね、背景美術の方で動画を出しております。まあ、見たいね、動画に絞ってご覧になるということもできますしで、こちらの再生リストのところで、自分の方の クリップスタジオの動画についてです、動画の名前の方ですを、ね、少し整理しまして、少しだけ見やすくしました。でまた再生リストに抜けているものがありましたので、まあ、もしよろしければです、ね、あれ、こんな動画があったのというものがあると思いますし、あれ、ちょっと自分が、ね、3D について分からないなとか、トーンの仕上げについてちょっと分からないなというところがありましたらば、まあ、講座名を見ていただいて、少し、ね、分かりやすくしましたので、もしよろしければ、今後もご覧になっていただければなと思います。 というわけで、ね、今回の動画いかがでしたでしょうかもし、ね、少しでもです、ね、楽しかったなとかそういったものがありましたらば、高評価とかチャンネル登録とかをいただけるととても嬉しいです。でそれ以外にも何でも構いません。中山さんおめでとうございますとか、私も、ね、今度クリスタ検定受けようと思いますとか、そういったもの何でも構いませんので、そのコメント欄に記入していただけるととても嬉しいです。というわけで、今回の動画以上となっております。皆様ご視聴いただき誠にありがとうございました。